星と全ての命を守るご聖戦士たちがついに降臨する。星を守るは天使の使命。俺たちはこの星と全ての命を守るご聖天使。天の塔が壊されてご聖界と連絡がつかない。でも俺は最後まで絶対に諦めない。戦争戦隊ご聖者エピック1ご聖天使降臨。星を守るは天使の使命。次回戦争戦隊ご聖者ご聖マシンの伝説。五色の力光より現れ闇を打ち砕く。俺たちご聖天使が悪しき魂に天罰を下す。エピック2ファンタスティックご聖者。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者。モネ、お前は未熟だ。一人で行くべきじゃない。私は一人でも戦える。俺たちのことも信頼してよ。なかなかやるよ。エピック3ランディックパワー分裂。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者。なんか変わってる新たとエリって。なんだこの音。なんとかなる、絶対なんとかなる。エピック4響け天使の歌。星を守る天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者。お前は一直線すぎる。俺たちと違って冷静ってか。子供たちを苦しめるなんて絶対許さない。エピック5マジカルハイド。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者。まだ腕の傷がうずくか。僕にできるわけないじゃん。この世に無駄な存在なんかないんだ。エピック6ブレイクアウトご聖者。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者。なんで俺がこんなことを。だって私は景品だから。絶対に守り抜かなきゃならないんだよ。エピック7大地を守れ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者。変身が解けなくなったみたい。新たな転送術がおかしくなっているのか。とにかくやってみる。エキゾチック五星クレード降臨。エピック8五星パワー暴走。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者。暮らしのルールを決めたいと思います。アイス食べに行こう。ってそうじゃなくて。あーみんなが大変。なんとかなるなる。ならないって。エピック9ガチャご聖ガールズ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
次回変装戦隊ご聖女。ハイドにもやっぱり相棒がいたんだ。大事なのは海全体のバランスなんです。俺が今やるべきことはエピック10ハイドの相棒。星を守るは天使の使命。じゃあよ。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。絶対守るんだミクちゃんの命を。僕には戦う力がないです。負けるもんか。データサイバーアップグレード。エピックイレブンスパークランディックパワー。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。地球は終わりだ。俺たちの強さを見せてやる。せいぜい本気で抵抗しろ。このままじゃ何もできない。エピック12ミラクル五星ヘッダー大集合。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回変装戦隊ご聖女。これが特訓。さ、ブワーッと行ってみよう。私たちは絶対に諦めない。エピック13走れミスティックランナー。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。子供扱いはやめてよねおっさん。こいつは今までの敵とは違う。無事でいてくれハイド。モネ。エピック14最強タッグ誕生。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。これで地球は終わりだ。明日は必ず来る。力の限り命を守り地球を守れ。エピック15カウントダウン星の命。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。なんか胸騒ぎがする、一体何が起こったんだ。それが真の強さだ。エピック16ダイナミック新た。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。感じるんだ邪悪な気配がする。ご聖天使は弱すぎてつまんないね。破壊だ破壊だ破壊だ。エピックセブンティーン新たな敵ユーマジュ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。なんでこんなこと。私が守るのはあくまでこの星だ。俺たちが何のために戦うのか分かってほしい。エピック18星を清める宿命への騎士。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者、ご聖ナイトはいただいたぞ。何が狙いだ。地球を守りたいって気持ちは一緒なんだ。エピック19、ご聖ナイトは許さない。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者、人の恋心を食べるユーマ獣。恋は戦いですから。彼の恋をお前なんかに奪われてたまるか。エピック20、ホーリンラップご聖者。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者、エリがケーキ屋さんに放っておけると思うのか。お前はご聖天使とは言えない。サクッとお料理しちゃうわよ。エピック21、エレガントエリ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご聖者、ご聖ナイトを破った相手。ここからは私の、私だけのターンだ。俺たちはみんなでご聖者だ。エピック22、オーバーザレインボー。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンバイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご聖者、素敵なビーチと花火大会の街。モネとエリがさらわれた。なんて暑苦しい戦いなの。俺たちは勝つ。エピック23、燃えろご聖者。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者、制御不能だったヘッダーだ。貴様たちの思いなど届くはずがない。教えてくれ暴れヘッダー。エピック24、ミラクルアタックご聖者。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖者、なんでママがここに。モネ、一緒に帰りましょう。一体どういうつもりなんだ。お兄ちゃんは何も分かってない。エピック25、ノスタルジックモネ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご聖者、俺たちを笑わせる。吸い込んだみんなを返せ。笑いなど我々には必要ない。信じてくれご聖ナイト。エピック26、お聖天使爆笑。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご聖者、もうお兄ちゃんなんかいらない。俺の力は必要ないのか。悩んでいる場合か。戦え。
俺が今すべきこと。エピック27、目覚めろアグリ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンバイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、天蔵戦隊ご聖者。望むが悪いかに。私は父親失格だ。人から感情を奪うなんて。行かないでくれ、望む。エピック28、お父さんの宝物。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンバイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、転送戦隊ご聖者。ミラクル五星ヘッダーが。奴らはこのエルレイの箱に封じた。何を恐れることか。お前たちの役目はここで終わりだ。エピック29、ご聖者を封印せよ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンバイ、株式会社東京ドームと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、転送戦隊ご聖者。エリの体からも絶望の根が。こんな時だからこそ今は楽しいこと考えよう。夢とは厄介なものだ。夢っていうのは人が生きる力なんだから。エピック30、ロマンティックエリ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご聖者。今こそ総力を結集させる時。人どもの最後だ。俺たちは諦めない。絶対に。エピック31、ネバーギブアップ。ご聖者。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、転送戦隊ご聖者。相棒の恨み、命に変えても晴らす。彼らのターン、邪魔させはしない。俺たちが行くしかないんだ。エピック32、究極の奇跡を起こせ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、転送戦隊ご聖者。あいつはユーマ獣ではない。マトリンティスが人類を統率する。ご聖ナイト、答えてくれ。望むは無事なの。エピック33、恐怖のマトリンティス帝国。星を守る天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、転送戦隊ご聖者。人類をしもべにしてあげる。どうしてお前たちはここまで人間を信じられるのだ。俺たちは使命の重さを忘れはしない。エピック34、ご聖ナイトジャスティス。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、転送戦隊ご聖者。俺たち5人のリーダーは誰だ。確かめてみる価値はありそうだな。私はリーダーではない、ヘッダーだ。どうせうまくいかないの。エピック35、パーフェクトリーダーを探せ。星を守る天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
次回転送戦隊ご聖女。俺より速く走れる奴がいるなんて。とっくに転送術を使うならいいよね。夢を叶えるために見せてやるぜ、ランディック魂よ。エピック36、走れアグリ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。怒りが人間を石灰化させる。モネが一番嫌いなものは退屈なんだ。逃げんの嫌だ、戦う。エピック37、エキサイトモネ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。人間を傷つけて何が嬉しい。人類は少しくらい減った方がいいのよ。最後の一瞬まで俺たちは諦めない。エピック38、アリス VS ご聖ナイト。星を守る天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。こいつは面白い素材ではないか。ご聖天使は俺が落とす。新たが消えた。エピック39、エピックゼロ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。諦めるな。みんなが強いことを俺は知っている。面白い。私と戦え。力は誰かを守るためにこそあるんだ。エピック40、ストロング新た。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。この子きっといい子だよ。一つ大きな問題が。思い出して、私よ、エリーよ。エピック41、爆発仲間の絆。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。あなた方のロボットを渡しなさい。僕の体は機械ですから。すまないデータス、俺は。エピック42、情熱的配慮。星を守る天使の使命です。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。総攻撃をここに宣言する。人間たちを守るために私たちは負けるわけにはいかない。エピック43、帝国総攻撃。今の俺たちの力を見せてやる。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご聖女。バトリンティス帝国に栄光あれ。下等生物どもが。お前の恐怖になんか屈しない。エピック44、究極の最終決戦。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご成城、新たな気持ちで新年を迎えるために一年のことを振り返ろう。エピック45救世主誕生。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回転送戦隊ご成城。ご成城に手出しをするな。お前は私のものだ。エピック46狙われたご星ナイト。私たちは最強なんだから。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご成城。私の頼もしい仲間だ。全てはブラジラ様のために。エピック47地球救世計画の罠。俺は地球も仲間も守ってみせる。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご成城。今ブラジラと戦うということはご星ナイトと戦うということでもある。見習いども私が相手だ。エピック48戦うご星パワー。俺はあなたを倒す。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご星城。まもなく私だけの新しい地球が生まれる。ここからはお前たちのターンだ。エピック49未来への戦い。みんな行くぞ。星を守るは天使の使命。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。転送戦隊ご星城。全てが終わり再び始まる。ご星の力でこの星を守る。エピック50星を守るは天使の使命。転送戦隊ご星城。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。